今年の護衛艦出雲、加賀の改修工事に52億円がかけられ、F-35B 戦闘機艦載へ向けた空母化計画が進んでいる。やはり、現代において、短距離離陸垂直着陸機のステルスは必要不可欠だよね。2022年末の安全保障関連3文書の改定と閣議決定を経て、2023年度の日本の防衛予算案は、6兆8219億円となることが決定しており、この額は、2022年度と比較すると、約 26% 以上の増加額となっている。さらに、2023年度から2027年度までの累計防衛予算額は、現時点でも約43兆円を超過すると予想されており、この金額をベースに各種防衛装備品を調達するとともに、その配分が図られていくのだ。その予算内で、国産の1人式地対艦誘導弾の能力向上型や、島嶼防衛用の高速滑空弾、そしてアメリカからのトマホーク巡航ミサイルの導入など、長距離攻撃を可能とする、調達兵器の是非が、マスメディア等でも取り沙汰されている。こうした、長距離攻撃可能なミサイル類の性能を理由に、かつては敵基地攻撃能力と捉えられてしまい、専守防衛を掲げる自衛隊が保有してはならない、攻撃的兵器だという認識が批判する側の意識の根底に根付いていた。そのような意識を日本国民から、払拭させようという狙いから、政府は、これらの長距離ミサイルを、スタンドオフミサイルと言い換え、しかも、反撃能力と、呼称することで国民を納得させて、政治的に乗り切ろうとしている。そんな中で、反対派の大批判の渦中にいたのが、海上自衛隊が持つ、ヘリコプター搭載護衛艦、DDH の出雲、型2隻であり、航空母艦を彷彿とさせる全通艦板の光景は、一番艦、出雲の収益時から、共産系メディアの攻撃の的となっていた。出雲、型護衛艦の収益は、一番艦、出雲が、2015年3月、二番艦の、加賀が、2017年3月となっており、この当時は、反対派からすると、事実上の航空母艦であり、自衛隊が、保有を禁じる攻撃的装備だという批判が絶えなかった。確かに、出雲が収益を果たす前の2013年7月、共産系メディアが、出雲型は、短距離離陸垂直着陸、ストブルを可能とするロッキード・マーティン社製の F-35 ライトニング 2B 型の運用を視野に入れていると報じていた。当時の防衛大臣だった小野寺氏は、この報道を受けて、その内容を否定しており、今、思い返せば、世論の反発を危惧して、でき得る限り、水面下で計画を進めようとしていたのでしょうね。現状、出雲、型護衛艦の空母化計画も、2023年度の防衛予算案として、決定を受けて、本年度分としては、約52億円の改修費が組み込まれており、日本を取り巻く悪の枢軸国に対する安全保障対応は現実的な方向にシフトしていっていると言える。出雲、型護衛艦を航空母艦化することが公となったのは2016年末に航空運用能力向上に係る調査研究を募った以降であり、この委託業務は出雲、型護衛艦2隻の建造を担うジャパンマリンユナイテッド社が勝ち取った。その調査研究では、従来、回転翼機の運用能力のみ付与されていた、出雲、型護衛艦に対して、無人航空機や F-35 ライトニング 2B 型など固定翼機の運用が、公に検討される運びとなっていた。2017年末には、防衛省が、航空自衛隊の装備品として、従来の F-35 ライトニング 2A 型だけでなく、B 型の取得も検討中であることが伝えられ、出雲、型護衛艦の航空母艦化は、
この辺りから具体的に進んでいった。そして2018年末の防衛計画の大綱では、これから航空自衛隊が保有する戦闘機運用の柔軟性をさらに向上させるがごとく、必要に応じて既存艦艇からストブル機が運用できるように考えていることが国民にも明かされた。同時期に防衛計画の大綱の内容をより具体的に記述した中期防衛力整備計画においては、ストブル機を運用するための既存艦艇として考えられているのが、出雲、潟護衛艦であると明記されたことにより、その方向性を決定した。2013年7月の共産系メディアによって、出雲、潟護衛艦の航空母艦化の可能性が報じられたことを振り返ると、実に5年以上の歳月を費やして、徐々にその実現を図っていたことが浮き彫りとなり、何事にも段取り8分というのは大事だね。2018年末の中期防衛力計画により、出雲・潟護衛艦の航空母艦化が明記されたとは言っても、同艦は改修後も従来の任務を継続すると伝えられたため、対戦勝海洋の回転翼機を運用する欲張りな手法を取ることが明らかとなった。また自衛隊が保有を禁じられていた攻撃的兵器の具体例にも変更がないことが強調され、一応その具体例とされる兵器は長距離爆撃機、大陸間弾道弾ミサイル、航空母艦であるが、出雲・潟護衛艦は攻撃型の航空母艦ではないという認識を政府は示した。この当時、出雲・潟護衛艦は航空母艦化改修後も区分的には攻撃型ではないから、自衛隊が保有することは問題ないとする理論は、日本国内では政治的な解決策として意味を持つかもしれないが、当然のように中国等はそれを見逃すことなく、日本が攻撃的軍艦を持つと示唆した。しかし、自衛隊の存在自体を軍隊ではないと規定している日本の体制を、諸外国が認めているか否かという根源的な問題にも発展するかもしれないが、対外的にも日本のへりくつを真剣に受け入れる国家は皆無と言っていいでしょう。日本の国内においていつまでこのような政治的なレトリックが続くのかと理解できないが、ロシアのウクライナ侵攻を目の当たりにした2022年2月以降、日本国内でも反抗戦力を持つべきとする見方は確実に増えているはずだ。その反抗戦力となり得る出雲・潟護衛艦の航空母艦改修において、1番艦の出雲が2020年度から、2番艦の加賀は2021年度から予算上も含めて確実に着手されており、これは自衛隊で定められた両艦の5年ごとの大規模な定期点検に合わせて実施されている。この航空母艦化改修は2度にわたって大規模点検に合わせて実施され、次は出雲が2024年度から始まり、2026年度内に完了するのに対して、加賀は2026年度から始まり、2027年度に完了するとされている。本来は、1回目の航空母艦化改修工事で、出雲から先にしようとしていた点として、外観上に見える大きな変更点である、飛行甲板の拡幅と、それによる艦首部分の形状変更は行われず、これは2回目に実施される予定だ。逆に、加賀は、現在進行形で実施中の1回目の改修工事において、この飛行甲板の拡幅と、それによる艦首部分の形状変更がすでに完了しているため、2回目の改修工事は期間が短くなると見られている。現在の航空母艦化改修の日程から想定される実際の稼働としては、出雲が2027年度、
かが、それに若干遅れる形だろうと見られ、現時点からは少なく見積もっても、3年ほどの期間を要することになるでしょう。また、F35 ライトニング 2B 型を、艦載機として運用可能とするためには、物理的な航空母艦化改修の完了だけでなく、なぜか、各艦艇が、個別に、アメリカ本土のノーフォーク海軍基地に出向いて、適合テストで、認証を得なければならないのだ。しかも、出航準備と並行して、航空自衛隊では、F35 ライトニング2B 型の調達を進めており、現時点では、総数で、42機が導入予定とされ、2023年度の防衛予算案の中には、同機の8機分の調達費用約1435億円が含まれている。予算上では、2020年度から2022年度までの合計で F35 ライトニング 2B 型の調達は12機だったため、2023度の8機分を追加してようやく20機分の予算が確保された状況である。最初の F35 ライトニング 2B 自体の配備に関しては、宮崎県の新田原基地を候補地として2024年から開始される運びになっており、それ以後は、ストブル機を活用した、出雲、片越艦への発着艦テストも、逐次開始されていくでしょう。